子供と学ぶ日蓮大聖人のご生涯第7回阿津原の法難。身延の山の中で暮らし始めた日蓮大聖人様。そこでは未来にわたって正しい教えを広めていくために大切なお手紙をたくさん書いていきます。特に皆を幸福にするご本尊、皆に知恵と勇気を与える大目、そして皆が仲良く平和を誓う場所について解き明かしました。そして自らと同じ思いで教えを広める本物の弟子を育てようと力を注いでいきました。こうした中で四条金吾や池上兄弟をはじめ厳しい迫害を受けていた門下たちは大聖人様の励ましを支えにしてさらに頑張っていったのです。当時富士山のふもとの村の中に阿津原というところがありました。ここでは弟子の日光聖人が中心となり大聖人様の教えをどんどん広めていました。人々は皆大目を唱えることで幸せになっていきました。すると大聖人様や門下たちを憎むこの地の寺の僧らが激しくいじめてくるようになります。この時信心を始めた阿津原の門下の中には大聖人様と会ったことがない農民もいました。皆大聖人様の心を感じながら一生懸命信心に励み正しい教えを広めるために頑張っていました。やがて阿津原の門下たち20人が何も悪いことをしていないのに幕府の武士たちに捕まってしまいます。この時大聖人様は門下たちへ、私と同じように獅子王の心を取り出して何があっても決して恐れてはならないと励ましのお手紙を書いて送りました。大聖人様にとって困難に負けない本物の弟子が生まれ出ることこそが最も大事な目的だったのです。やがて鎌倉に連れて行かれた阿津原の門下たちは幕府の武将である兵の左衛門の城頼綱の前に座らされました。信心をやめれば命だけは助けてやるぞ、兵の左衛門の城は怒鳴ります。そばの武士たちも刀や弓矢で脅してきました。しかし門下たちは誰一人としておじけづくことなくその場で堂々と大目を唱え続けました。うぬぬぬ、兵の左衛門の城は命を惜しまずに信心を続ける門下たちを見てただ怒り狂うしかありませんでした。そして阿津原の門下のうち甚四郎、弥五郎、弥六郎の3人の首を
切ってしまったのです。惜しくも命を落とした厚原の農民門下たち。しかしそれは大商人様と全く同じ思いで、人々の幸福のために命がけで正しい教えを広めるという、人間としてこれ以上ないほど立派な生き方でした。